グーファンタジーラジオ。はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。はい、今回はね、猫は寝てる人間に対して気を使うっていう話をしたいと思います。うん、まあ俺が寝てる時、まあ布団に入ってる時ですね、布団に入って起きてる時、うん、っていうのは結構グーはね、こう俺の横に一緒に寝るんですよ。布団に入ってきたりとか、まあ布団の上でも、うん、まあ俺の横にこうポジションを取ってこう休むっていうのがよくあるんですけど、ついこの間、うん、夜中のね2時3時頃かな、うん、まあ目つぶってたんですけど、まあまだ起きてるみたいな段階だったんですよ、俺が。うん、でまあ目つぶってたら、まあグーが俺の部屋に入ってくる音が聞こえて、でまあ俺がまあ携帯とかいじってたら、俺の横にねいつもポジション取るんですけど、その時俺も携帯もいじってないし目はつぶってたんで、寝たふりしてみたんですよ。うん、一体グーはどういう行動を取るんだろうと。でまあこう窓のところにジャンプして登ったりとか、まあなんかそのゴソゴソやってたんですけど、結局俺のとこには来なかったんですよ。うん、寝てると思ってるから多分ね。でまあグーが俺の部屋から出ようとしたから呼び止めたんですよ、グーって呼び止めたんですよ。うん、そしたら俺の横に来たんですよ。これすごくない？なんか地味にすごくない？あ、寝てるから邪魔しちゃいけないんだみたいなことを思ってんじゃねえかなって、うちの子天才なんじゃねえかなってすっげえ親バカって思われるかもしんねえけど、俺すっげえ賢いなって思ってさ、っていう話さ。うん、以上です。終わり。またな。